どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、本日はですね、家族みんなで歌える童謡をですね、超簡単アレンジして、このガズの初めてウクレレで、レッスン動画公開していこうと思います。はい、今日使うこのウクレレですけど、初めてウクレレ、これアマゾンでですね、販売中でございます。これ即発送になってますよ。めちゃおすすめです。こんな感じで検索してみてください。すごく弾きやすくてリーズナブルですよ。はい、このウクレレ使って今日レッスン入っていきます。今日取り上げる曲はこちら、ドン、大きな栗の木の下で、こういう、ね、手遊びみたいな、これ振り付けもねあるという、この童謡なんですけど、この曲は可愛らしい曲でね、簡単ですからね。で、今回、童謡スペシャルキッズアレンジとしてですね、いろんな速さでやる、これが面白いということで採用してみたいと思います。同じ歌なんですけど、それをこう3回か4回繰り返して、早くやったりゆっくりやったり遅くやったり、いろいろ取り上げていこうと思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。ウクレレで音楽始めるのめちゃくおすすめです。このちっちゃくて可愛いウクレレ、ほんとあっという間に弾けますから、ね、いいな、私やってみたいな、できるかなと思った方すぐできますから、やっていきましょう。今ご覧いただいているガズレレ、私ガズがですね、もうめちゃくちゃわかりやすい解説動画、ウクレレゼロから始められる、プログラムを用意してます。概要欄に貼っておくで、そこから順番通りに動画見ているだけでもあっという間ですからね、どんどんやっていきましょう。家族でワイワイできる童謡もね、もうすごいいっぱい取り上げてるんで、それも概要欄にね、あの曲のリストも貼っておきますからね、これから音楽ね聴くからやるに変えていく、もうみんなで家族で歌う、最高ですから、やっていきましょう。さあ早速ですけどね、レッスン動画入っていきましょう。今からデモ演奏して、ちょっとその後解説入っていきますんで、ぜひとも最後までご覧になってください。それではやってみるよ。大きな栗の木の下でガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、はい。でん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 、ほい。大きな栗の木の下で、あなたと私仲「大きな栗の木の下で」もう一回いきましょう。はい。ちょっと早くやってみましょう。1、2、3、はい。大きな栗の木の下で、あなたと私仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下で、次はもっともっと早くやってみる。1、2、3、4。大きな栗の木の下で、あなたと私最後は大きくどっしりゆったりとやってみる。1、2、3、はい。大きな栗の木の下で、あなたと私仲良く遊び大きな栗の木の下で。せーの、じゃじゃじゃん。やってみました。大きな栗の木の下でガズレレ流いろんな速さバージョンで可愛らしくやってみました。皆さん、こう、振り付けをね、やってもらってですね、これ、親子とか、じいちゃん、おばあちゃんとか、家族で歌う。最高ですよ、これは。はい。コードは簡単で、入門コード4つ、基本の4つのコードと呼ばれている、ウクレレではね、もう初日にね、覚えるね、簡単コードだけでできちゃうということでございます。いかがだったでしょうか。今のね、一応フルコーラスと言いますかですね、歌詞ね、こんな感じなんですよ。これ繰り返し。
繰り返しだから嬉しいでしょ。これはもう、すぐ覚えちゃえますからね。はい。どんどん練習していきましょう。まず最初はですね、皆さん、今やった簡単バージョンのガズさんと一緒に、合わせて歌って演奏して、歌詞とコード出てますからね、練習していってください。でね、すぐ一緒に歌えるようになると思います。すぐ一緒に歌えるようになった方は、もう曲を覚えちゃってですね、もうキッズとね、家族でワイワイ歌うっていうのは最高だと思うんですけど、でも最初のうちはやっぱね、楽譜を見た方がいいですね。楽譜を見て何回も練習していって、それいずれ覚えちゃう。これがいいと思います。そういうことでガズレレの楽譜を、今シェアしようと思います。大きな栗の木の下ででございます。はい、今日ワンブロック大きいです。はい、1234 1234ですね。大きな栗の木の下で、はい、こんな感じで、この曲はもうすごい簡単ですね。もうめちゃくちゃ簡単なんで、これパッとメモっていただいて、これすぐできるとは思うんですよ。はい、なんでこんな風に画面に映しておくので、一時停止して書いてもらいたいですが、今日はね、これさっきも言ったけど、このテンポを変えていくっていうのがね、テンポを変えてやってみようってね、普通にやって、早くやって、もっと早くやって、最後ゆったりって感じで今やっていったんですね。で、これ今楽譜、これ今日の曲は簡単なんで、皆さんこれすぐメモ帳にね、書いていただければいいと思うんですけど、ガズレレではですね、もう童謡を含めてね、もう2000曲ぐらいのね、いろんな曲取り上げてるんですよ。そういうの曲のね、このガズの手書き楽譜っていうのをですね、手に入れられる方法があります。本もたくさん出版しているんですけど、今日取り上げるこの最新版としては、このガズクラブがおすすめでございます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げてる、大きな栗の木の下でを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大なガズ、もうそれこそ、もう何千曲とありますからね、その中から皆さんがこの曲やってみたい、いいなという感じで、5曲ですね、毎月5曲お選びいただいて、お手元にデジタルデータとして即座にダウンロードしていただき、すぐに練習入っていけるという、すごい内容なんですよ。その楽譜全部もちろんガズレレの YouTube レッスン動画に紐づいてますからね、ご活用ぜひしてみてください。そして、ね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい、ものすごい充実しててね。で、そこではね、 Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さっきも言ったんですけど、ガズレレでは本もね、たくさん出版しているんでね、これ Amazon でガズレレと検索していただくといっぱい本も出てくるんでね、いろいろちょっとチェックしてみてね、ということで。これを見ていただいて、ちょっとこれ、今日出てくるコード、これですね。コード4つですよ。C と F と G7 と Am。 これはもうガズレレではもうね、初心者の人がその、始めたその日に覚えようというコードでございます。はい、一応ざっくり説明しておきますと、C はここ、一番下のこの、一番下のここのね、3番目ね。Am っていうのは上1本なの。上1本。はい。C は下1本。Am は上1本。で、F っていうのはこの Am を押さえたまんま、ここを足します。2弦の1割と、これ指立てておいてくださいね。で、G7 がちょっと一番、初心者の人は難しいんですけど、ここはこのままで、あと、こことここなんですね。この三角形を作ります。はい。こう、こう、こうです。で、その時に F から行くと、ここを押さえて、これ、この薬指をここの1弦の2フレットだけど、狭いでしょ？これ入んないかなと思うんですけど、こう角度をつけると入りますからね。だから、下1本 C、上1本 Am。F はですね、こんな風な斜めのイメージを持つといいと思います。F は斜め。で、G7 と言ったらくるっと回して三角形ですね。三角形。はい。この4つが、ガズレレでは基本入門コードとなってまして、この4つだけでできるというのは素晴らしいというふうに思います。で、今の演奏は、じゃん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 とこうね、4つ弾きというふうに言われる演奏で、こういう1、2、3、4、1ブロックに4回弾いたよということなんですけど、慣れてきたらですね、いろんなリズムを楽しめるんですよ。大きな栗の木の下で、あんなあったのとか、今の8ビートのチャというリズムだったり、大きな栗の木の下で、あっ
これもいいですね。16ビットというリズムだったり、このいろんなリズムで応用できます。大きな栗の木の下でとか、全然表情変わるですよ。これいろんなリズムでトライしてみるのもいいかもしれません。どんなリズムあるんだろうと思った方、概要欄にいろんなリズムでね、説明してるね、動画の URL 貼っておくんでね、ちょっと慣れてきたらそういうのもやってみてくれるといいかなというふうに思います。でもとにかくこういう曲はですね、やっぱ盛り上がる。家族と一緒に一体になって、なんかこう踊ったり歌ったりする、この笑顔がね、やっぱりね、元気いっぱい笑顔がモリモリ、これがいいと思いますんで、ぜひ、やってみてください。さっきも言いましたけど、この童謡シリーズ、ガズレレでかなりね、いっぱいキッズと歌える曲集めてますんで、概要欄に貼っておくんでね、ちょっと他の曲もぜひチャレンジしてみてください。はい、今日のガズレレ簡単童謡レッスンはここまでになります。はい、他の童謡もね、いろいろやってるんでね、ぜひとも楽しく音楽やっていきましょう。はい、お知らせですけど、名古屋でですね、ポップアップショップが開店しますよというお知らせがあります。12月の10、11に、名古屋のテレビ塔っていうところがあるんですけど、そのね、エリアで開催されます。G ラブのポップアップショップということは、はい、G ラブのウクレレたち試奏していただけて、気に入ればご購入できるということなんですけど、その同時開催でですね、60日チャレンジのね、北野里香さんというモデルの女の子がですね、どのくらい弾けるようになったかっていうね、プチ発表会みたいなのも行われます。これはね、12月10日の14時くらいから開催になります。ガズももちろんそこに駆けつけますんで、ぜひ皆さんね、名古屋のG ラブポップアップショップ、お越しください。お待ちしてます。まあ、この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひ、インストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリッドミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。